あれニュークタウン？見てみるか。さっぱりわかんないけど、所持品。あ、これで高速落下。あ、上振り向けないなこれ。あ、ここいいべ。ほらほらほら、3倍スコープ。おっと、まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。あ、オッケーオッケー。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。ん？あ、何これ。あ、地雷か。貼っとこう。ヘリ飛んでんだけど、あれ敵でしょ。に引っかかった。え、即死あれ。まさか。これ入って大丈夫なやつだよな。戦闘機まで飛んでない。うわ、怖っ。開けれるんだこれ。あ、違う。おっと、いるね。他のところから撃たれたくさいんだけど。おう、どこ引くか。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。あそこにバギーがあるんだよね。おおおった。こいつ最後だね。ん？こっちじゃないな。ほうほうほう、ちょっと4点バーストダメだな。やめよう。行くか。これ PUBG みたいにス
ピード出てる時に飛び降りたらダメージ受けるとかあるのかな。降りよう。報告、サークルの崩壊が始まる。これプレイヤー、なんかプレイヤーっぽいな、あのヘリ。なんか音すんだよね。あ、これ自分の音だ。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーン。おお、遠い。遠いな。今の敵出てこないかな。移動したんかな。移動したくさいな。ああ。技術で負け。技術で負け。運にも見放されたな。あ、割とあっさり死ぬ。オッケー、分かった。理解した。これ待機画面ね。三人称でやりてえ。ちょっとだけ。いた。ブラックアウト。ニュークタウン行ってみたい。なんかこれ今までの BO シリーズにあったそのマップをちょっと変えたり、もしくはまあそのまま移植してたりするって聞いたんだけど、まあでもニュークタウン離れたな。高級住宅、高級住宅っしょ。高級住宅？あ、なんか見たことあんなこれ。見たことあるぞこれ。わ、来てる来てる。なんか見たことあるな。ちょっとマップ名忘れちゃった。なんだっけ。待って待って、武器がない。わ、武器がない。あかんあかんあかん。 SG か。あれ、ジョエ。おーい。これバトロワで起こされたらなえるな。あのニュークタウン、ニュークタウンよりかなんか砂地に見えるけど、あれがニュークタウンでしょ。ちょっと行ってみたいな。サーバーのコマンドオーバーフローって何？一体何？そしてあなたはどうやってそこに残った？ニュークタウン行きたい。遭遇するものは全て敵と考えろ。ニューク号。あ、フリールックあった。え、ニュークタウン、これが。うわー、めっちゃ降りてる。あ、武器あったー。
狭いと思ったけどそんなこともないの。報告、まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。ビビった。SMG ばっかや。これも SMG だよな。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。いた気がした。さすがに離れるか。わ、何あれ、あんなトラックにも乗れんの。ボートもあるんだ。え、もう PUBG じゃん。おまけに重くないし、全然普通に軽い。あ、乗れそう。乗れた。5人乗りかこれ。遅え、めっちゃ遅え。34人。あ、ヘリ早い。おおおおお、これはね、寄せてこの手に限る。これ車最強だわ。車絶対持っとこう。おお、あ、びっくりした。どの武器がどの弾倉だったか。ヘビーR拾っとくか。おお、これトラック手放せない。ソロだとちょっとね、怖いな。めっちゃ怖い。クワッドとかさ、デュオとかはすげえ楽しいかもしんないよ。あー、ちょっと、あー、これカメラで進行方向、進行方向っていうかハンドル、あ、敵がいた。停滞失敗だ。マジで？戦闘員を失った。パトローラーでも砂一発か。戦争とは勇気に覆い隠された恐怖である。キャンペーン死んだ時に出るやつじゃん。 OK、 また夜に続きやろう。ちょっとこの辺で終了します。